はい、じゃあ元気を出して盛り上げていきましょう。はい、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 じゃあ行こう。1回いっしょーす、いっしょーす、最後、はい、はい、はい、オッケー、45分に集合できるよね。はい、どっちしたい。まず、ストレッチ的な感じです。はい、では座ったらそのここが違う、沼津って言うんだけど、あれここをその押したりしてそのアーチを作るんですよ。つま先こうやって、あれここが平らだとそのあれ足の速さとかに影響するから、あれこうやってこんな感じにも、まあ足のマッサージかな、簡単にそんな感じにやって、朝柔軟とかも個人でやるから、昨日キレがさ全然出なかった。はい、あって、あって、やばい、やばい、あって、やばい、持てなくはない。英語わかる。で、これをおうすけえかわたに、ここまで90度、90度ですもん。わっよね、あ、着替えしてる。左なら別に、あ、じゃレフト、ライト、全員取りたい。全員、あれ、全員取りたい。一人が体幹とかやったら、イメージがあるからさ、こっちに一人残ってさ、体形勢が。いいね。いいっすね。いいね。うわ、結構いきますね。おー。そう。結構膝前に出ちゃダメね、こうやって、ここで、ここが張るぐらい、ここ、これで交互に投げて、はい、ここの8回、前傾の体の首より前に出したらストップ動作って、こうやって止まってるから走れないの、これから次だから体より前出さないの、はい、それをもうちょい前に出す、ここも、そう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 、いよいよ、それで早く、そうそうそう、足上げて、一回足、そうそうそう、よし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 、一回経由して、ヘッド、すごくきつくて上がらないです。足だけでいい、足だけでいい、え、足だけでいい、足だけでいい、じゃ足だけでいい、ただ、足の角度がこう、真っ直線にならないよ、ストップ動作にならないよ、で、この伸ばして違うよ、肘伸ばして、はい、ここ抜けない、肘も曲げない、何してんの、何してんの、もうちょっとこ後ろでいいんじゃない、あのね、腕立ての体勢の状態で、腕立ての体勢の状態で、これどこを動かす動作か分かってる、体を前に行く動作じゃないよ、腸腰筋、うん、腸腰筋とハムとを使う動作、あ、やってる、はい、うわ弱い、遅い、うん、こっちも踏ん張ってなきゃダメだよ、上に上げない、そのまますぐ出すと、ほら肘曲がってきた、意識するとこ3箇所ぐらいあるんだからさ、はい、オーケー、えい、休憩しっかりとっていいから、はい、軽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 い、
背もれがやばい。あ、これ。あ、あ、いいね。軽く。あ、痛い。ここまで。あ、動いて。だから、こうしないと。あげろあげろプリン1 2 3 4もうきついよ。さっきやったのあげんない。ん？うわあ！やばい。無理。はい。いる。なんで？うん。三。出たてでいきましょう。四。出たてです。五。スイちゃん。顔かしんでる。で肩全然動いてないんで肘曲がらないあんまり。まあそれを曲げていいけど、ここも開いてない。痛い。だからここを出すんじゃなくて、ここから伸ばして伸ばして、でそれでそこから、で今こうやって反った状態からパーンって出るはずなんだよ。はい、まあまあこういう動きが欲しいの。これをここを起点にしてこうやって動いてるから、ここ起点でここ起点にするんだけど、ここも全部使ってあげてほしい。こういう感じ。もうちょっとね、いいよ、構えて。もうちょっと前だな。ここだな。うん。で肩はほら、手の位置と、これ今目の位置にあるんだけど、それを春樹言ってないそう。で、これで上げて上げる。こういう状態。そう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 。足上げて、引き上げて。そうそうそう。の時にお尻が下がるから、この状態の、はい、いいよ。どこもいるんですか。ここ曲がんない。後ろの足。あ、おにぎりはもう。入るから。あ、ありがとうございます。あ、やばい。やばい。足閉じん。やばい。足閉じる。足閉じんのこれ。開きます。開かなくていい。まっすぐ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 。あ、足つかない。足つかない。足つかない。つっ。足つかない。足つかない。足つかない。コウスケ。足つかない。2回。コウスケ足つかない。足つかないで2回行こう。あ、マジやばい。足つかません。つかない。つかない。つかない。はい。ガッ。こう、こう、しわつけるように。えい。よいしょ。なんで俺教えてんだよ。一番。オッケー。はい。はい。グローブしたよ、グローブしたよ。おい。おー。いいねー。よし。いいねー。お願いします。二人とももうちょっとグローブ上向かないで、もうちょっと意識しようか。はい。おお。お願いします。ちょっと極端に極端にグローブは極端に面を見せる面を。よいしょ。あのこの前の反復で。ちょっと次は打ってやるから捉えるところと、はい、しっかりとグローブの位置とかで、グローブ上ダメよ、はい、ね、これね。
で、グローブが上向かないよ。下ろします。優しく優しく優しく踏み込んで。よし、トレーニングした後だから疲れてんの、小太郎。よっしゃー、えい、よいしょー、よう、粘って、そう、で、あの後ろで待ってる2人のどっちかが手で音をパチンってパチンってやったらこう音で判断して下向いといていいから、下向いといていいから、叩いてみていいから。で、2パターンあるんだけど、今日は2パターンっていうのは、1つはパチン、1回その場でジャンプしてから方向を変える、ジャンプしてから方向を変えるっていうのと、一発で変えるのかな、あれか。オッケー。こうやってて、一発で。一発は正直難しい。だから今日は一回刻んでいいから。そうそうそう、大義が正解。一回刻んでいいから。まあ、これが土台になってほしい。で、これができるようになってきたら、一発で切るのも大事。今日はまだやんないから、パチンってしたら、パチンってしたら慌てないで、はい、じゃあ、あの白いコーンを見ては追えないけど、大体あの辺にあるなっていうのをこうやって想像しながら、で、はいって言ったら反転する。できちゃったし、はい、グローブで出てるぞ、はい、はい、よし、わーい、次、いけるよ。オッケー。よいしょ。そう。逆逆逆逆。逆逆逆前からの、そうそうそう、こっちこっち。そう。そう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 。じゃあ寒いんでね。勧誘はしなくていい、入った方がいいよとか、ね、全然しなくていい、基本的にはもううちのありのままを言ってくれればいい。だから悪いことも言ってね、小太郎監督がうるさいとか、ね、監督が暑苦しいとか、ね、やっぱどんどん言わないと、ね、思ってたら